42年目ですね。ロシアを目指しているところで、エンマが孤立してるのかな。あ、でも今デビルか、違う違う、デビル派遣ではないから。デビル結構嫌だぞこれ。でも4月ならまあ耐えられるでしょ。キングデビルで50億ぐらい取られたから、デビルだと毎月いくら。あ、デビルを撃退した。あー強い。昆明のバイオなんとか会社が強いんだよな。どう、佐久間についてるがどうする。佐久間、おっと、佐久間は絶好調気に来ちゃったよ。めっちゃ売ってる。佐久間が今孤立してるからすごい面白そうなところ。総括ガチョンを作り使うか。遅いな、遅いな。どっか買い占められるところか。 IT 企業リオン、ここリオンしかないか。じゃあリオン行きますか。ロンドンもなんかいいんだよな。ロンドンの探偵者がね高いな。探偵者欲しかったな。高いな。ロンドン買い占められないね、これ。ロンドンにもいいやつがいるはずなんだよな。パリとかも買われてるね。フランクフルトはなんかいいことある？早速。たまには福袋とかも面白いかもしれない。まあいい。とりあえず買い占めでいいか。安いから買っとこう。みんなちょっと足が遅くて、遠い感じだね。で、中東じゃねえ、ロシアね。ロシアのどっかゴール行く前に、バクラムか、ラシケントをちょっと、の独占を崩したいところだね。あと、昆明の、わあ、刀狩り嫌だな。絶好調。これひどいなー。絶好調カード拾ってくるっていうのがまずひどいよな。5倍。でも追いつかないんじゃないかな。それでも、そう、それでも追いつかないと思うんだよな。で、1回ぐらいお、キング、あー困るな。このターンに1回バカーンってやってほしいんだよな。そうじゃないと次エンマに届いちゃうから、このターンに親ってなってほしかったのよな。エンマと佐久間の距離が、あ、絶好調じゃなければ8マスだんで、もしかすると届かないかもしれなかったんだけど、今はそれで、雷神が遠いから焦らなくてよいと。とりあえず満タンにしよっか。いやー、満タンはエリア飛び、満タンはエリア飛びを満タンにするか、超音速を満タンにするかっていう選択肢が使えるから、超音速の方を使ったか。いいね。だってと、結構、まあ、IT 企業あるところが行けるんだったらそこ行くか。そんなに、雷神は近づいても来ないでしょう。あとは、バクラムとタシケント。この辺なんだよ。タシケントとバクラムをなんとか、やっつけたいんだか。まあいいか。ここでいいんじゃない？今 IT、調子いいもんね。もう金もあるし。3000億も持ってるな、僕よく見たら。よし、配達アプリ会社。配達アプリってことは、ウーバーとか、そういう感じか。ウーバーアメリカの企業だと思ったけどね。エリア飛びを奪われた。うわー、きついな。でもまあ、絶好調だからな。これがクソだったら、いやー、ちょっと怖いな。なんか、やばくなってきたね、これ。まあ、でも待てよ。そう、絶
先にゴールしちゃってキングの憂いをなくすっていう手もある。24マス僕は20か。いやー買ってもいいんだが怖いな。バクラもいけないか。ゴールはどこだっつうとここなんだよね。これ近づいてきてなんかうまくやられるとすげえ怖いなとは思うんだが、ここ苦しめますか。ぴったりつけられるとキングぴったりとか来るとすげえ怖いんだよな。寄らない方がいいのかもしれない。もう99箇所なんだ。次100箇所目でどうなるか。あ、エンマも一回落ちてほしいんだよな。エンマも絶好調なの今ひどいな。危ねえ、なんかやられた。僕につけた今怖っ。ただサイコロ振るわけにはいかんな。総発プロペラで111が出たとしてもここにつけられるね。恐ろしいな。2人とも絶好調だからもしかするとやばいってこともあるのか。いやーこれ怖えな。行けばぴったりか。6ゴール、ゴールはできない、ゴールはできない。さてぴったり、ぴったりは無理か。どうするこれ。逃げるか。逃げられるだけ逃げて、やつらがなどう来るかなんだよな。試験とバクラ、バクラも行けたらよかったのよな。試験と、いやー怖いなー、これ怖いなー。逃げつつ、逃げつつ、いやめっちゃ逃げよう。誰逃げてぴったりとかいうの、こことかいいんじゃない。こことかすげえ来づらそうなところ。でも逆にそれでぴったりやられるとすげえ困るかな。ぐるぐる回れそうなところもいいんだよな。ちょっと100軒目行ってみるか。どうなるか。さあ買い占め100箇所。そうだよね、この記念戦に来る。なんかくれ、なんかくれ、いいものくれ。スペシャルか。はい、強奪飛びカード、いいね。飛び系カードをくれたのは嬉しい。僕の理想としては飛び系1枚、超音速7枚っていう。嫌な予感、これ嫌な精霊のパターンじゃない。いやー、よくないな、よくないな。太陽の精霊、あっちい地下を呼び出した。災いか福。浴びて嬉しい太陽の恵みか、涙を乾く高熱とも、どっち。もう精霊の10億ぐらい、5億か10億ぐらいなんだよな。いいことが起こるかもしれないし、悪いことが起こるかもしれない。祝福。誰に。京都、京都僕だ。ありがとうございます。結構金がもらえるんじゃない。あっちいちかじゃなくて、はい、臨時入手。お祭り精霊の祝福、歓喜に包まれております。任天堂が未来企業オブザイヤーにも選ばれたからね。太陽光発電の革新的な実験。あほほほ、今年27物件。おお、工場まあまあだな。終わり。ぴったりつけられるのが怖い。ゴールしてくれる分には問題ない。雷神につくから、とりあえず雷神に行って避けてほしいよ。エンマの方に行ってほしいな。エンマの方に行ってほしいな。めっちゃいいね。エンマの方に行ってほしいな。こっち来んな。来ちゃった。あ、ゴールした。あ、よかった、よかったけど、まあ、どっちかが潰れてほしかったなーっていう気分ではあるが、さすがに二人とも絶好調だから。
悪魔絶好調じゃなければチャンスがあったんだけどな。これがまたボゴだ。こういうことが起こるんだよな。まずい。これ雷神のすぐ近くだよ。これ物件飛びがなかったらまずかった。ああ100倍がやりやがったこいつ。はいはいはい、マスコダガマがジェットカード、ありがとうございます。さてとタリンとかも買いたいか。でもキングが怖いからちょっと一回近づ、いやでもライジンがゴールする可能性もあるのか。ライジンがもしゴールしたらが遠くなる可能性あるかな。これは強奪飛びを一回やるか。遠からず少なからずってところに行きたい。フランクフートデューバー、うわー76怖いな。これぴったりつけられると恐ろしいな。24ヒューストン、できればこういうところ奪いたいんだよ。ベリーズシティにしようか。13マスまで近づくのちょっと怖えな、怖えな、怖えけど逆に奴らにつけられるって思えば、でもまたカウンターを食らうんだよな。こう独占してるところをこう奪った方がいい。散歩せがいいか。7まで行くか。行きましょうか。あーなるほどね、そういうことも起こるんだ。絶好調中だと奪えないんだ。それはちょっと悲しいな。絶好調中、佐久間絶好中だ、中だと強奪飛びも使えない。まあ一個奪っときましょう。上から上とか。あとはいい。これ佐久間に作るのか。爆上げ、爆上げ、爆上げっつうのかね。あんまり上がってない気もするんだけどな。逃げろ、めっちゃ逃げろ、地球の果てまで逃げろ。怖、これが怖いんだよな。絶好調中にゴールするのは逆にリスクがあるか。ああ宝くじひどいな。結構当たりそう。3等いく ?5 等でも結構でかいよ。当たりすぎでしょう。13マス、13マス怖いな。これは満タン、これできそうな気がする。しかしゴールした後のカウンターを食らうのが怖い。わあボコだ、ゴールできない、ひどいな、これはひどい。でもここウィルムしたとかフィルムなんとかがいける。どっちがいいか。リゾートビーチいいね。 できればお金を使いたい。こっちは、あこっちの方がいいか。待てよ、ここに移動して、つけられなかったらダメだからな。移動を優先したがために。いけなくなっちゃったね。移動を優先したがためにキングが僕のついたままなんていうことになったらすげえ悲しいオチだからな。ちょっと待ってね。からこっからお店を探す。あー星もいいな、星で満タン買うのもいいかもしれんな。だけど物件を買いたいな。
いいのねえな、いいのねえな。満タンカード買うか、また。ここ。また満タンカード買って、ちょっと。じゃあ、ごまかす。ちょっと僕、今、貧乏神ついてないよね。OK。いいか、危ない、怖い怖い、ビビる。もしゴールできたら、でもつけられたからな。何ですか、何ですか。1400億おかしいでしょう。近づいてくるかな、寄ってくるよね。鉄鋼終わってほしいな、本当に。何マスなんだ、2429。ゴールできそうだけどな、カード。まあとりあえず満タンカード使い、こういう風なことがあるから早速使いますか。はい、ゴールしてほしいんだけど。だってボコだ。あ、ゴールできるね。これは楽しいが、まあまあまあゴールしていいでしょう。 IT サービス会社もあるしいいんじゃないですか。いやーちょっと怖いな。しかし次のカウンターだね。2人が絶好調だから、北米がゴールになると僕につくっていう。佐久間に着くんだけど、絶好調中だから絶対誰かに。めっちゃ遠いアフリカとかになってくれ。モガディッシュ、アフリカじゃない。よしよしよし。テリア飛びとかがなければ、テリア飛びでやつが逃げれば面白いことになるね。自信やめてほしいな。 IT サービス会社本当に儲からねえな。でも今後常にプラスだったら嬉しいんだよね。このイベントが終わった後またマイナスに戻るとかだと腹立たしい。逃げろ逃げろ逃げろ、エリア飛びで逃げるんだ。よし、そうだ、ヨハネス買っちゃうな、これ。あ、まずいな。僕のところも100倍買いしちゃうんじゃないかな。せっかく何個か空いたのに。ヨハネス一回買いたかったんだよな。買わない、逃げろ、めっちゃ逃げろ。いいね、10億円届くな。あー、でかいダイス出ちゃった。つまんねー。クソダイスが出てれば、わー、これがチャンスあったのにな。クソダイスが出てればチャンスあったのにな。これ僕も逃げるよ。これはこんなところで争ってはいられない。強奪飛び、一番近いのはアンマン。それ悔しいな。強奪飛び、どっか独占を。ここはバレッタ、仕方なくバレッタ行くか。会うことができないで移動だけっていうのつまんねえな。おお、佐久間ほんと新しいな。あと近いのは、近くはねえな。じゃあ逃げるか、普通に逃げるか。あと何マスなんだ、41か。だったら2回振ればいけるから超音速でいきますか。23、いや、いけるのはいいんだが、いけるのはいいんだが、なんか買いながら行こうか。ここか。自分が一番遠くなるってことはないけど、これ買えないんだ。ここは何だっけ、ダビングか。
ガソリンスタンドでもいいか。この際。モンテビデオも行きたいけど。いいね。いいえ。ガソリンスタンドっていうのもありだな。で、また満タンが満タンのままだから。そうすると僕が遠くなるか。わざわざここまで行くっていうのもちょっと怖いか。怖いな。なんで帰るとこにしとこうか。こうか。鉱山なんかあるでしょ。釣り人が怖いんだよ。3000億あるからな。3000億まで来たから、なんかまた歴史ヒーローがもらえそうな気はするんだけど。あえてゴールしない。そうだよね。そういう作戦に出るよね、エンマは。ぴったり出る。ああ、4とか出たら面白かったのにな。1、2、3とかでぴったり佐久間に着いたら非常に面白いことになったのに。もうでも5000億マイナスでしょ。630億。安いもんじゃない。6大都市で逃げる。まずいね。まあいいか。でも雷神が一番遠いから問題ないと。ヨハネス奪うまである。ないか。カード行きましょう。ワンタン使っとくか。いや、待てよ。近づこう。あと20か。いきますか。なんか変えないとでもちょっと怖いんだよな。あ、変える。木狩りじゃないんだな。行きたいところは。リーブルビル。リーブルビルもなんかあった気がするな。これも崩しておくか。じゃあ。一個リーブルビル。買って。リーブルビルにもなんかいたような気がするんだよね。伏線を崩そう。シュバイツァーがいなくなった。よしよしよし。よしよしよし。シュバイツァーは確か、なんかして、いいことしてくれるやつだよね。悪いことが起こったときに。さあ、そろそろキングいなくなる。いやー、でやっぱりエンマ佐久間にキングをつけるっていうのは非常に難しいね。30個振った。マイナス1兆とかいくんじゃないこれ。すごい。これゴールしちゃうでしょ。いや、絶好調強すぎだよな。奪わなかった。よかった。16マス。そろそろやばくなってきたね。16ならジェットで、獅子16。いや、超音速でついた。どうだ？ゴールはどこですか？ゴールはどっちですか？もう私、つかねえ。つかねえ。つかねえ。アルツーム1個僕、この間売ったところなんでな。いや、これは、ヨハネス。3000億あったらヨハネスなんとかならんか。無理か。505兆使わんと無理なのか。買っといてもいい気がするね。後々のために。それかどっか、IT 系の企業行くか、それとも。IT あるか、IT。IT あるか。木狩りもいいんだけどな。また満タンを買うっていうのもいいんだけど。今しか買えないようなところに、行く。ねえな。ハルツームぐらいか。つまらんな。ハルツームは確か石会社に敵対的買収をやられたところなんだよ。まあいいか。また買い戻しておこう。6佐久間4ゴールしそうだね。これ出ない。
さすがになくなるかと思ったけど、まだ4回目じゃないこれ。今回はひどいな。マイナス1兆円が見たいのか。うわー、マイナス1兆いった。ああ、やっとなくなった。あと4。ボリバル、キリスト像、出そう。出ない。いやー、これはゴールしたいな。10。力もあると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。いやー、難しいな。超音速使うか。で、なんか被ってる手もあるしな。1枚は使っとくか。ついてくれ。あー、これ奇数だと無理か。奇数だと無理か。うーわ、つかねえな。アテン、アブダビ。アブダビって結構高いんじゃないの？いいね。いい買い物ができるね、これは。これは結構な高い買い物。IT 会社も買いだし。ああ、でも結構遠くなってるな。エスサロンスマホ会社。はい。爆上げしました。爆上げしました。誰が儲かってる？ダーウィンが。ダーウィンもクソ崩したいな、この野郎。いやー、ゴールしづらいね。ジェット使ってきた。いきなり。そろそろなくなる。4回あったからな。マイナス1兆なんだ。そうだよね。ガリオいらねえんだよね、これ。落下3カード邪魔すぎるんだよ。めっちゃ持ってんな。さて、問題は僕だ。超音速はなくなってきたね。まずいね。とりあえず満タンにするか。これ遠くからの方がゴールしやすいんじゃない？もしかすると。ないか。そういうこともないか。ああ、メッカも行きたかったね。しかし、そろそろカード。テルアビブ、アンカラ、アテネ。全部なんか欲しいな。チュニス、トリポリ。ああ、でも今カード駅の方が優先かな。お金使ったしな。いやー、カード駅かな。いまいちだね、これ。だったらいい絵だ。ローマとか、チュニス、アテネ、アンカラ、テルアビブ、あ、テルアビブよ、IT がある。うわー、買いたい。で、やって買ってると、収入的にはいいんだけどね。マイナスなのに。ダーウィン崩したいな。100、ついに買い占め100件以上になった。1個でも初めての100倍買いでどっか独占崩されたところもあるんだよね。収益はプラスになってんのかな。そんなに増えてないですよな。マイナス1兆はすごいな。佐久間がまた下がったか。前から下がってたっけ。2位と3位のいい勝負をしていた感じか。平行線。全然上がってないね。はい。